まず1番ここ。あら、1番ファーストココモさん、おはようございます。今日1番、はい、大丈夫ですかね。まあ、作戦あるんでね。どういった作戦ですか。1打席目、はい、にする。打たなくて、打てないじゃなくて打たない打たないね。打たなくて、 あこのレベルなんだって思わせといて、2打席目バローンって打つっていう滝野川さん何回もしてるからね。私やったことない。ここ、なるほどなるほどね。だからまあね、ちょっと頑張ります。お願いします。お願いします。バカにしてたやつ、ちっちゃいこと今リハーサルしてたんだよ。おー、何や、じゃあやっぱ 目線一緒の方がいいかな。腹立つの腹立つの。はい、あるんや、これ角度が。俺にはちゃんとできるんや。はい、2番花子と、あ、そうね、5番ジュリちゃん、ジュリちゃんと花子で、ちょっと久々やね。調子は緊張してるみたいです。らしくな、3ヶ月ぶりだって。あ、そっか。ってことで、大丈夫小指。大丈夫ないですけど。ちょ、見して。曲がるやん。ちょっと曲がってるやん。違うよ。かましいの。花子どう、調子。花子は1ヶ月ぶりの野球ですよ。あ、そうっけ。そう。で、なんですけどね。1個だけ聞いて。何？リストバンドをね、刺繍入れて作ってもらったの。え、うん。でもね、刺繍も赤で言っちゃって。え、センス。それはミスった。オーダーは自分でやったと。オーダー自分で全部やった。センス。ミスった。どう、ジュリちゃん。でも見える。あ、ちょっかっちゃい。見えるよね。見えます。まあ、あえてね。でも俺そういうの好きよ。なんか、あれみたいな。ちょっと2じゃない。そう、俺そういうの好き。ね、だからちょっと。オッケーオッケー、2ね。あの、頑張って。次新しい。お願いします。頑張ります。はい、さまゆこちゃん、おはようございます。おはようございます。久々、いや、野球1ヶ月ぶりぐらい試合は。あ、そうけ。めっちゃお久しぶりです。久しぶりです。携帯壊れた、ゆこ。携帯壊れたせいですごい寝不足。今日何時寝たの。4時。あー、しんどいな。しかも朝も早く起きて。そうだよな、女の子だからな。あの、Wi-Fi つながる場所に行ってパコパコしてたので大変です。なるほどね。じゃあ今日は打って発散しましょう。じゃあ打って発散します。ぜひお願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。なんか久しぶりの野球やからね。みんな1ヶ月とか言って。あ、そうてかぶっちゃけ俺も結構試合はね1ヶ月ぶりぐらいもしれない。最近向こうでちょっと活動してなくて。そうね、まあちょっと僕もいろいろありましたんで。炎上したけどね。いやまあでもあの皆さんのね、あの温かいコメントのおかげでまた復活することができましたんで、今日からまた紅白戦、あ、紅白戦じゃない、大会試合からね、また向こうで足並み揃えて頑張りたいと思いますんで。おい、今日はキャッチャー頑張ります。お願いします。俺とバッテリーやからな。ああ、お皿の準備バッテリー頼むぞ。うん、おい、あ、おはようございます。どうも、ショルティビです。でこうなったの。まあそうっすね。太ったろ。え、太らんかった。太りました。あ、そうやね、太ったやな。向こうさんの体型をちょっと。あ、まあ、あれはね、特別やから。ちょっとね、チャーシュー打線ってことで準備してきましたんで。なるほどね。3桁いきました。嘘やろ。マジです、マジです。じゃあ、あいつより重いやん。そうっすね。石丸今度来ようと思って。おはよう。おはようございます。まあ今日は登板なしなんで。いや、あるよ。あるよ。いやなんでですか。藤井翔平 TV 岩島あるよ。いや、岩島じゃねえよ。岩島じゃねえよ。はい、お願いします。肩痛い。肩痛くないですけど。あ、明日か。そうなんですよ。明日大会なんで。今は生きろ少年。いや、今生きます。じゃあバッティングで、バッティングお願いします。頑張ります。はい。お願いします。お出す。来やがったな、ゆうすい。おはよう。ちょっと入ってないよ。向こうズ VS 滝野川、よろしくお願いします。で、本日は、男女、まあ、5-5ぐらいかね、6-4で比率なんですけど、まあ、13人打ちで、全員打ち、はい、で、一宮さんの息子さんに始球式をやってもらったの。何とやる。南波美雪。確かに。で、今日のゲームキャプテンは1番ファーストのココモです。何すればいいか分かんない。ココモはあのオーナーを呼んでくれるだけでいい。はい。よし、お願いします。はい、行きます。1番ファースト、私。いやー、素晴らしい。素晴らしい。
取ったんで今日も頑張ります。はい、6番。はい、6番。6番、ピッチャー藤田。山山。山山。はい、7番 DH ヨッス。誰ヨッスって。ヨッスの顔してる。初めて言われた。はい、8番。8番レフト1。はい、どうぞ。10番サードヒラヒラ。そして11番 DH ショウさん。ショウさん、結構なんかいろいろカメラ回してくるらしいんで、裏方です。はい、12番キャッチャー向こうさん。おとなしいバッテリー頑張ります。13番 DH ガンツ玉。ガンツ玉じゃねえよ。ガンツ玉じゃねえよ。なんだよ、用意されたの。ちゃんと。いい振りだったな、じゃあ。えっとね、あのグランド前に、平谷さんとね、翔平 TV がちょっとグランド整備してくれたんで。今日は雨も降らなそうなんで、みんなで頑張りましょう。はい、こんにちは。はい、向こう図対滝野川ブルーミングスターの試合を開始します。レイ、おはようございます。おはようございます。社会人取るぞ。頑張ります。最後、さあ、というわけで先行向こう図高校滝野川ブルーミングスで試合は開始。先ほどオーダーを発表してくれたゲームキャプテンのココも、打席数が少ない女子メンバーを1番から5番までずらりと並べ、6番から10番までの男性メンバーでつなぎ、11番、12番、13番、翔平、向こう、石丸のチャーシュー打線でドカンと返す、そんな打線となっております。変化球を自在に操る滝野川の投手をどう攻略していくのか。さあ、まもなく始球式です。さあ、市宮さんの息子雄水くんの始球式を華麗にスルーしたここも、カウント1ボール2ストライクからの4球目。試合前に死んだふり作戦をすると言っておりましたが、この三振でめちゃくちゃ悔しがっておりました。まあ次に期待しましょう。続く2番バッター花香ちゃんも高めに伸びるストレートで空振り、キャッチャーが後ろにすらすもナイスローで2アウト。向こう図1、2番連続三振。そして3番バッターゆっこちゃん、ここは外角のストレートをやや当てに行ってしまったか、ファーストファールフライに倒れ3アウトをチェンジ。向こう図初回三者凡退。さあ、1回の裏、先発マウンドには向こうの幼馴染藤井、そしてキャッチャーは向こうが務めます。幼稚園、小中、専門、東京生活を共に過ごしている腐れ縁。この映像はおそらく向こう家、藤井家の親族も非常に喜ぶと思います。普段はカメラマンですが、藤井の隠れた実力をどうぞご覧ください。先頭バッター、藤井の殿下の宝刀パームを見せ玉にストレートで空振り三振を奪い、ワンアウト。続く2番バッターも追い込んで、こちらはパームで空振り三振を奪い、2者連続三振。さあ、ツーアウトからセカンド小動物系女子ゆっこちゃんに注目。身長160センチ、藤井の頭を抜ける打球をゆっこちゃんからココモへ転送。両チーム初回から素晴らしい立ち上がりを見せます。さあ、2回の表、打席には4番ナナちゃん。ここもアウトコースに逃げていくスライダーに空振り三振でワンアウト。そして5番バッタージュリーちゃん、ここも変化球を打たされショートゴロに倒れ2アウト。相手先発投手まだめちゃくちゃ若いんですが、草野球のね、こう熟練された大人の投球を披露します。さあ、そして6番藤井、藤井までもがストライクからボールになる変化球に手を出し空振り三振。向こう図ノーヒットの流れから、その裏の守備で
この守備のミスによりノーアウト二塁のピンチを迎えます。しかし藤井が2ストライクと追い込み、伝家の宝刀パームを振らせてここは空振り三振。キャッチャー向こうからのワンバン送球をファーストココモががっちりキャッチ。その後2アウトとなるも、このレフト前ヒットを続くバッターにフォアボールを与え2アウトランナー満塁。そして打席には内浜中学校の後輩川勝くん。向こうと藤井の福岡の母校内浜中学校の10校下の後輩に走者一掃のスリーベースヒットを浴び、なんとこの回3点を一挙に失ってしまいます。さあ取られたら取り返す、すぐに反撃をしたい向こう図3回表の攻撃。7番与助さんの右腕に注目。向こう図のいじられキャラ与助さんが確信歩き確信ガッツポーズをするも惜しくもファールに。そして次のボール、これぞまさにホームラン前のなんとやら。ベンチで与助さん三振しそうじゃねえと話しておりましたが、本当に三振をしてベンチ一同苦笑いしておりました。しかしワンアウトから始球式を務めた雄水君のパパ市宮さんがレフトオーバーのツーベースでチャンスメイク。これぞパパの背中。続くバッター与助さんの親友地下アイドルオタクの新茶祖がライトライナーを放つもここはキャッチされ2アウト。そして GM 平山さんを迎えます。相手ピッチャー気迫のスライディングキャッチで3アウトをチェンジ。向こうずチャンスを作るも惜しくも生かせず、3回の裏藤井が無失点に抑え、回は4回の表、チャーシュー打線第1の矢翔平 TV は力のないセカンドゴロに倒れワンアウト。そして第2チャーシュー向こう、腕の振りはストレートとさほど変わらないですがこの緩急、これは向こう打線確かに手こずったなと思って打席に立っておりましたが、ここは1本ホームランを打って流れを変えたい向こう、珍しくめちゃくちゃ粘っております。そして粘ること13球目、外のスライダーを見極めてワンアウトから出塁。そして第3チャーシュー石丸を迎えたところでここで2人が仕掛けます。向こうが盗塁をし石丸が逆方向に流し打ち、ワンアウト一三塁のチャンスを広げ、チャンスなのにやべえと叫んでいたココモはフォアボールで出塁。ランナー満塁から2番バッター花香ちゃん変化球に手を出してしまい空振り三振。やはり課題は変化球か。そして先ほどいいプレーをしたゆっこちゃん、なんとか一打欲しいこの場面。ゆっこちゃんツーストライクと追い込まれるもここから驚異の粘りを見せます。そしてファールで粘ること9球目、向こう図最大のチャンスを作るも惜しくも得点ならず。そして回は4回の裏バッテリーが交代、マウンドには新茶祖、キャッチャーは与助、野球大好き地下アイドルオタクコンビに後は任せます。さあそんな先頭バッターの5球目、
先ほどの確信偽ホームランの与助さんに見せつけるかのようなライトポール際に切れないホームラン。今打ったバッターの子は人生初柵越えホームランということで非常にめでたい。そしてうわ相手チームの代表である滝野川高等学院の豊田先生にスリーランホームランを浴びてしまいます。向こう図7点ビハインド、非常に苦しい展開。しかしショート向こうに注目。今何やら音声がイップスだよと拾ってしまいましたが、この送球向こうはもうすでにイップスが治っております。さあ続くバッター、新茶曽が落ち着いて打ち取り3アウトチェンジ。向こう図 VS 滝野川の9イニングの試合は5回裏を終えて7対0と滝野川が7点リード。そして次回、一宮さんが与助さんに見せつけるかのような翔平 TV 向こうの初代向こうズバッテリーが実現。流れを作ってチャーシュー第一の矢が、そして最終回に奈々ちゃんここもバッテリーが実現。なんとしてもこのままでは終われないチーム向こうズ。7点ビハインドからの後半戦は明日配信します。乞うご期待を。